今日はですね、Amazon Fire TV です。を購入しました。ガジェットが大好きで、はい、ちょっとやってみます。Chromecast は持ってるんですけどね。あとなんだ、Apple TV。こういうガジェット大好きなんですよね。で、Amazon もね、まあ今のわかんないですね。ウェブの三強といったら Apple、Google、Amazon。この3社が全部出してたんで、もうね、興味があったんです。すぐ買いました。すぐじゃないのかな。ずっと出てたのかな。でも結構なかなか良さそうなんですよね。デュアルコア Wi-Fi。うん。ちょっとやってみます。なかなかかっこいい。オレンジと黒ってかっこいいですよね。ビームスの色か。ビームスの色。なかなかのセンスですね、これは。さすが。お金持ってる会社だけあります。パワーコンセントですね。これパワーはね、 Google Chromecast もそうですけど、あれなんですよね、どっかこういうテレビ側からとか取れればいいもんなんですけどね。これ邪魔でしょうがない。来たぞ。なんだろうこれ、どうすんだこれ。 TV スティックご案内しましょう。その前にセットアップについて。まず最高の状態で楽しむために付属の電源アダプターを電源につないでお使いください。 Fire TV スティックはたくさんのコンテンツにアクセスできますが、リモコンで簡単に操作できます。 Fire TV スティックの操作は簡単です。ホームボタンを押すといつでもホーム画面に戻れます。ここを上下左右に押すと選択項目が移動し、真ん中のボタンを押すと決定します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。Fire TV リモコンに音声認識ボタンがあるモデルなら声で操作することができてとても便利です。使い方はこうです。まずボタンを押し、ポンと音がしたら検索したい内容を話します。アップルトランスフェアレント、すぐに結果が表示されます。 TV 音声認識は映画、テレビドラマ、音楽、ゲーム、アプリにも使えます。専用の無料アプリを使えばスマートフォンやタブレットでも音声操作ができます。この無料の Fire TV リモコンアプリは Amazon アプリストア、Google Play、Apple App Store からダウンロードできます。 Fire TV スティックは Netflix や Amazon ビデオなどにあるたくさんの映画やテレビドラマを見ることができます。 Amazon のオリジナル作品や音楽、写真、ゲームも楽しめます。これはというのは、Hulu は、月額1000円、Amazon の場合は、プライムで、年で4000円、だいぶ安いですね。プライムビデオっていうのは、プライム入ってればタダです。ちなみに、ピンを入力しても入力しなくても大丈夫なんですけど、入力方式にしてます。YouTube 見れると、
然クロームキャストより Hulu を見れるし YouTube を見れる、one of the best writers in Odaka.